パリアカカ、パリアカカ、パリカカ、パリアカカとも、綴りは、パイアカカ、パリアコカ、パリアコカ、パリアカカなど、は、インカ神話の内ペルー中部高地のワロチリ地方に伝わる神話に登場する神、愛は、アップである。16世紀末から17世紀初頭にかけて、フランシスコ・デアビラ神父が、ケチワコのままで神話を記録したとされている。 彼は四人いるとされる創造神の一人でもある。創造神は戦いによって、次々に入れ替わったが、パリアカカも水の力を持って、先代のワリャリョカルイインチョの火の力を破っている。しかし彼の次の代であるコニラヤとの戦いは、語られないまま、コニラヤの代となった。ワロチリとチョルリリョの間に、コンドルこと、または、クントゥルクトゥルという山があった。大洪水が去り、 王も政府もない時代、プルンパチャが始まったある日、コンドルコと山の頂上に五つの大きな卵が出現した。その一つに、神のパリアカカが入っていた。彼には、ワティアクリ、ワチアクリともというインディオの息子がいたが、卵の中から息子に助言をするなどして、息子が望んだ女性を妻として得るのを助けた。やがて卵から、ゴアの鷹、または、ハヤブサが生まれ出た。 4話は立派な姿の男性となったが、最後の1話は汚い衣をまとった男性となった。それがパリアカカであった。パリアカカと兄弟たちは金持ちで傲慢なインディオをその家族もろとも洪水を起こして滅ぼしたという。インディオの住居はパチャカマック川も流れるチョリリオ教区近くの鉱山、ビコチャとサンダミアン教区にある鉱山ギャンタパの間にあったという。 パリアカカは、自分の力を試すべく、ワリアリョカルーインチョを探しに、兄弟から離れて旅立った。別の物語では、雪の鉱山パリアカカに現れたパリアカカが、ワリアリョカルーインチョへ、人間の池に家を捧げるインディオに対し、自分は、人間ではなく、リャマとコリアマの地で満足するから人間、ワリアリョへ捧げないよう命じている。インディオがワリアリョの報復を恐れていると知ったパリアカカは、 わりゃりょかるいんちょと対決することとした。彼の冒険は20レグア、1レグアは約5.6キロメートルの範囲であった。我がゆうさという村にパリアカカが差し掛かるとちょうど祭りのそな中であった。村人は祭りにふさわしくないパリアカカのみなりを避難したが、彼は怒りをこらえて黙っていた。一人の少女だけがパリアカカにチチャというとうもろこしの酒をすすめた。 パリアカカは喜び、少女に5日後に洪水が起こって村が滅びるから逃げるように進め、他の村人へは話さないよう口止めした。物語によっては少女はその家族にだけ事実を打ち明けることを許されている。5日後、パリアカカは我が勇者に近いマトロコト山に登ると天に命じて嵐を起こさせた。村は豪雨と暴風。 そして洪水に襲われ、村人は山へ避難しようとしたが力尽きて、全員が溺死した。あの少女だけが山に逃れていた。パリアカカはそのまま村を立ち去った。次に、パリアカカが通りかかったのは、後に、サンロレンソと呼ばれる、コパラのアイルであった。ちょうど、チョゲッソという女性が泣いていたので、理由を聞いたところ、干ばつのために、 畑のトウモロコシが枯れていることを嘆いていたのだった。彼女の美しさを気に入ったパリアカカは、妻になるなら助力すると言ったところ、彼女は自分の畑だけでなく村中の畑の救済も条件とした。その優しさにパリアカカはさらに心惹かれた。村では近くのシエナカカ山の泉から水を引いていたが、コカチャラの谷からならここまで十分な水量が引けるようだった。 パリアカカは、神の力でクマやピューマなどの動物、鳥、蛇やトカゲなどを呼び集めると、狐に指揮をさせて、畑の間に咳を掘らせ、水道を作り始めた。現在サンロレンソ教会のある場所の近くまで、用水口ができた時、シャコ、シャコが飛んできて、その鳴き声に気を取られた狐が水を丘の下に流してしまった。他の動物たちが怒ったため、 キツネに代わって、ヘビが作業を指揮したが、そのせいで、水路は、あまりうまく完成させられなかった。しかし出来上がった水門から川の水を引き入れて、畑に供給すると、トウモロコシがみるみる元気になっていった。村人は皆、この成果に感心した。パリアカカとチョゲッソは結婚し、彼女の希望で、ココチャリョ、ココチャジョともの水道の源であるヤナカカの岩で、暮らし始めた。 村人は、パリアカカをありがたがり、親切にしてくれた。チョゲッソが、死後もここにいたいと願うのを聞いたパリアカカは、彼女を石に変え、岩に置いた。そして、パリアカカは、ワリアリョカルウイーンチョのいる山へ向かった。水や、嵐などを武器とするパリアカカと炎を武器とするワリアリョ、カルウイーンチョの激しい戦いは、パリアカカの勝利に終わった。一説によると、 パリアカカは、雪山パリアカカとなり、ワリアルカルイーンチョを火山に変えたという。詳細は、ワリアルカルイーンチョの項目を参照。また、以後それまで、ワリアルカルイーンチョに子供を生けに出していた、インディオたちは、以後、パリアカカを崇めるようになり、雪山パリアカカ、野郎とも呼ばれるの頂きに登って、山となった、彼に犠牲を捧げたという。ワリアルカルイーンチョは、 ワロチリ地方で暮らしていた農民が崇拝していた最高神であった。やがてパリやカカを信仰する牧畜民がワロチリ地方に侵入してきて、ワリア領を信仰する先住の農民たちを侵略して自分たちに同化させた。ワロチリに住むようになった牧畜民はやうよ、ある民族を大雑把に分けるなと呼ばれ、低地に住む農民と対立してワロチリに移動した。 しかし、牧畜民が来る以前からずっとそこに住んでいた、農民たちも、牧畜民と先祖を同じくするヤウヨのものであったと、考えられている。先住ヤウヨ民族の神を、後から移住してきた、ヤウヨ民族の主神が追放したのである。はやぶさ、または、鷹として生まれ人間になった五人とは、ヤウヨの牧畜民の中心となる、宗教集団の先祖を表していると考える、研究者もいる。 インカ帝国の人々はトウモロコシやジャガイモを生産していた。アンデス地方は冬は乾燥し、夏はタウとはいえ降雨量の少ない時期や場所があるという気候であること、海岸地域は砂漠であり、高地も水持ちの悪い土壌であったことから、灌漑設備は必要不可欠であった。インカ帝国の時代より前に灌漑設備は充実しており、帝国は水役人を置いて、 これを管理させていた。また、人々は土地を個人所有せず、愛流、愛流という家族集団で共有していた。チョゲッソが自分の畑だけでなく村中の畑の救済をパリやカカに求めたのはこのためであった。農業用水の管理組織の起源を伝える。この神話は、もともとは一地方の伝説であったものが、考えの組織が自分たちの経済生活を支える。 上で重要なものだと認めた、ペルーの人々によって、国中に伝えられた、考えられている。さらに、農作業を始める前の時期に考え水路を清掃する、ことは、農耕儀礼の重要な要素でもあった。アイリの人々は豊作を祈って偶像に供物を捧げて祈ってから、水路の掃除と工作に取り掛かった。また、水路の水源となる泉や、水路の入り口も、 和歌と呼ばれて神聖死され、神の仕事水の確保を祈る儀礼が行われた。チョゲッソ、チュキッソは古くから知られた和歌であり、チョコカリアと呼ばれる石となって、水路の入り口に置かれ、水路を守ったとされている。そして、水路清掃の際には彼女肉物が献上されるなどして、崇拝を受けた。彼女の祭儀が終わった後、住民は夜通し祭りに興じたと言われている。 フランシスコ・デ・アビラ神父がワロチリ地方のサンダミアン教区において偶像崇拝の撲滅のため活動したのは1596年から1608年にかけてであった。1608年8月、アビラはワロチリの人々がキリスト教の祭りにこつけてパリアカカのための大祭を開こうとしていることを知った。祭りの行われる8月15日にアビラは住民たちに 悪魔崇拝をやめて、悔い改めるよう説教した。すると、パリアカカは、伺いを立ててきた住民に、アビラの追放もしくは殺害を命じ、叶わなければ、薬病と飢饉と死物害が襲ってくるとした。住民は、リマ大司教に、アビラの悪行を訴えた。しかし調査のための巡察士が来た時には、訴え出た主張が、既得状態となっており、 彼がアビラに関する訴えが出っち上げだったと白状したことからアビラと巡査士らによる偶像崇拝の調査が始まった。住民たちは多くの偶像をアビラに提出し、アビラはこれらを破壊したり焼いたりしたという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。